どうもゆっくり霊夢です。オラオラオラー、ゴールデンウィークは家に引きこもって、ビーバップを一巻から読み返そうと思うゆっくりマリサだぜ。うんうん、ゴールデンウィークということで、今回は住吉会でも武闘派と言われた公平一家についての解説と、今まで解説をしてきた参加の組や構想などをまとめた動画になるよ。おっと、今回は公平一家を特集した解説になるんだな。そうだね、まずは公平一家の歴史から解説をして、以前の動画のまとめになるよ。概要欄にはチャプターで分かれているので、見たいタイトルがあればスキップしてね。そうか、公平一家の歴史についても楽しみだな。霊夢、今回も公平一家特集の解説をよろしくだぜ。みんな、最後までバックレンなよ。ゆっくりしていってねー。公平一家とは、東京の大山家内町に本部を置く幕府系暴力団であり、住吉会の二次団体で、現在の縄張りは池袋、新宿など都内一円と、埼玉や栃木にまで勢力を広げ、抗争や揉め事などは実動部隊として暗躍し、あの山口組であってもその戦闘能力には、一目置いている組織だと言われているんだよね。住吉会の中でも一番の武闘派とも言えるよな。公平一家の歴史は、幕末の侠客であった江古田公平こと藤沢公平が結成、武士身分で役人をしていたが、退役後に都政人として一家を設立したと言われ、藤沢公平の家紋でもあった。下がり藤を大門として使用しているんだよね。やっぱり、昔から武闘派な組織だったのかな。当時の大きな抗争といえば、小金井一家と縄張りをめぐった抗争で、もともとは一家の者同士も、仲は良かったと言われたが、公平一家の貸元である矢島金蔵が小金井一家の縄張りで、賭博を開帳したことが発端になったが、当時から武闘派で一切引かなかったそうなんだよね。やっぱり、当時から武闘派だったのか。1958年には住吉一家の声掛けにより、住吉一家を中心に関東の幕府、敵や、愚連隊など、28団体が結集し、現在の住吉会の原型となる港会という連合組織が結成され、それと同時期に公平一家は土師大一家などと共に友愛会という連合組織を結成しており、後に同連合は住吉連合として結託することになるんだよね。この頃には、住吉会として色々な組織が結託されていくんだな。その後、公平一家の総長を加藤連合会の加藤秀幸が継承すると、さらに勢力を拡大させたと言われ、その勢力から二次団体ではなく、一人立ちもできるほどだと言われており、数多くの抗争や事件にも、関与したと言われたんだけど、次はそんな公平一家の加藤連合会を含め参加組織についても解説していくよ。おっと、次は参加組織などの解説なんだな。加藤連合会とは、指定暴力団である住吉会の三次団体にあたり、新宿区の歌舞伎町に本部を置く極道組織で、上部団体は公平一家となり、結成したのは加藤秀幸という人物で、現在の住吉会では副総裁を務め、公平一家では13代目総長を担う人物になるんだよね。上部団体の住吉会では副総裁を務め、公平一家では総長ということは、極道会では結構有名なんだな。加藤秀幸とは、大所帯であった公平一家の中でも、喧嘩一つで総長までのし上がったと言われ、財力がそれほどなくても他の金持ち親分を追い越し、着実に出世していった親分の見本だという評価があって、格上の組織や関連したトラブルであっても臆することなく、一歩も二歩も前に出て、加藤連合会を全国区にしてきたと言っても過言ではなく、若衆からの信頼も厚く総長まで上り詰めたんだよね。そうなんだ、信頼のある親分って感じなんだな。やっぱり、昔から地元では有名な不良だったのかな。加藤秀幸の地元は東京ではなく、福島県の生まれで、福島の高校時代は水泳部のキャプテンを、担っていたそうなんだけど、上京し国士舘大学に入ったことで人生が変わったと言われ、大学では不良学生も多く、大学下級生時代から渋谷の公平一家池田会の事務所に出入りするようになると、これが極道会への一歩となり、その後は池田会若頭補佐に就任し、組織の広域化に尽力したと言われているんだよね。なるほど、国士舘大学に入ったことで人生変わったのか。その後に起こした池袋抗争によって、一般人などに危害を加えたとして、池田会の会長が、
赤字破門処分となり池田会は解散となってしまい、池田会では有望株と呼ばれていた加藤秀幸は行き場を失い、公平一家内に自身の組である加藤総領を立ち上げ、自らが組長に就任したんだよね。立ち上げた時は加藤総領という違う名前なんだな。参加に入る組織も増えたことで、加藤総領から加藤連合に改称し、歌舞伎町に拠点を移したんだよね。なるほど、参加組織が増えたことで加藤連合になったんだ。しかし、現在の加藤連合会になるには、また変化があったのかな。この頃の加藤連合というと、公平一家の中でも力をつけてきており、一家の中の、実動部隊と言っても過言ではなく、それに伴い加藤秀幸も住吉会の副会長として執行部入りすると、その後も風紀委員長、審議委員長、生涯委員長と歴任し、公平一家でも13代目総長を継承することとなり、加藤連合の方は加藤秀幸の魂を受け継ぎ、片腕であった小坂聡が代目を継ぐと、加藤連合会に改めたんだよね。なるほど、このような経緯があって、現在の加藤連合会、となったんだ。加藤秀幸が住吉会内で影響力をつけたことと、小坂聡の尽力もあって、さらに加藤連合会は組織力を拡大させると、新宿の顔役と呼ばれ、あの山口組の東京進出には最後まで抗ったそうで、現在の住吉一家は、山口組との抗争を避けて、和平路線に進む傾向をよく思っておらず、住吉会の中では土師大一家と共に、公平一家は住吉会を脱退しててでも、山口組と対峙する覚悟を持っていると言われているんだよね。組織がいくら拡大したとはいえ、武闘派組織として君臨し続けているんだな。そして、平成27年に山口組の分裂騒動があり、新生神戸山口組が結成されることになったんだけど、その結成式に一番の敵対組織であるはずの加藤秀幸の姿があり、これには周囲も住吉会の和平路線に、愛想を尽かせ、脱退するのではないかという憶測が飛び交ったが、神戸山口組を率いた、井上邦夫組長とは兄弟分だったこともあり、個人的に出席したと言われているんだよね。ちょっと焦ったけど、昔からの兄弟分というわけだったんだ。そして、住吉会としては今年5月に代表であった関勲氏がご逝去されたということで、新体制が組まれることになり、実力や人望も申し分ない加藤秀幸が、住吉会のトップになるのではないかと予想されたが、最高顧問であった福田晴明氏が現場の総裁に返り咲き、加藤秀幸は副総裁に今回は収まったんだけど、ゆくゆくは住吉会を担う人物であることは間違いないと言われているんだよね。三次団体の組長から、住吉会の副総裁にまで上り詰めるとはすごいよな。加藤連合会は、武闘派組織でありながら山口組ともバチバチなんだけど、あの稲川会の有力二次団体である、山川一家とも深い因縁があってよく揉めているので、稲川会との関係についても解説していくね。稲川会とも因縁があるとは、武闘派だけに周りは敵だらけだな。稲川会との因縁とは、二次団体にあたる山川一家と、加藤連合会参加の総人組との抗争が、発端となるんだけど、この両組のルーツには意外なつながりがあったんだよね。え、因縁がある組織のルーツにつながりがあったとは、詳しく解説を頼んだぜ。もともと、総人組の組長である土屋健二とは、現役の暴走族時代に、あの神奈川のホワイトナックルに所属しており、その時の総長だったのが田谷太郎という、後に稲川会の幹部になる男で、当然その流れで土屋健二も、稲川会に入ったんだけど、ある事件がきっかけで田谷が逮捕されてしまい、取り調べ中に口を割らないために、警察官の拳銃を奪って自ら命を絶ったそうで、暴走族時代からの兄貴分を失った喪失感と、この事件に関して不明確な部分も多く、身内の犯行という説もあったが、これに対して、組が何も動かなかったということが原因で、土屋は稲川会に見切りをつけ、住吉会に移籍したんだ。もともとはホワイトナックル時代の兄弟関係であったが、その後、揉めるようになったというわけか。その後、稲川会を抜けた土屋健二は湘南の出身だったので、神奈川を拠点に総人組を立ち上げると、同じ地域の川崎に本部を置く山川一家とはことあるごとにやり合うようになり、2009年には総人組を含めた、住吉会系の組員が拉致され暴行、この報復に稲川会計事務所に書き込みを仕掛ける事件を皮切りに、大きな抗争に発展することになるんだよね。すごい大ごとになりそうな予感しかしないんだぜ。その後は、平塚市内で稲川会計組員と、総人組を含めた住吉会との乱闘事件があり、稲川会計の組長が、
総人組に拉致され重傷を負わされた状態で病院の前に放置され、これに稲川会から総人組の事務所に、拳銃の発砲を仕掛けた書き込みの報復があり、組員も拉致されると重傷を負わされたんだ。これは、どちらも引くに引けない状態になっていそうだな。長きにわたった両組の抗争は、福岡に本部を置く同人会の会長と、加藤秀幸総長が窮地の中でもあったので、仲裁に入ってくれた形で一応は手打ちとなったが、両組は正直に納得がいっていなく、抗争の火種はくすぶっている状態と言えるんだよね。確かに、どちらの組からも多くの犠牲者が出ているので、納得いかない気持ちもわかるんだぜ。その証拠に、歌舞伎町で大騒動になったスカウト狩りの時も、スカウト集団と総人組を含めた加藤連合会との、揉め事だったが、この騒動のスカウト側についていたのが稲川会の山川一家であり、最終的にこれも住吉会と稲川会が対立する図式となっていたんだよね。そういえば、スカウト側が助けを求めたと言われたが、山川一家としても因縁があったというわけなんだな。今後、加藤連合会の加藤秀幸が住吉会のトップにつくようなことがあれば、稲川会を含め、山口組との争いも激化しそうだよね。というわけで、今回は住吉会公平一家切手の武闘派、加藤連合会、について解説をしたよう。公平一家堺組の上部単体となる公平一家とは、東京都板橋区の大山家内町に本部を置く、バクト系暴力団で、指定暴力団である住吉会の二次団体にあたり、住吉会系の中でも、武闘派として知られる組織で、歴史は幕末から続く老舗の名門であり、幕末の侠客であった、エゴタの公平こと藤沢公平が結成したと言われる組織になるんだよね。なるほど、すごく歴史のある極道組織になるんだな。参加組織には堺組の他にも、加藤連合会や義勇会などがあり、縄張りは広範囲にわたり新宿や池袋の他にも、板橋や江戸田などを仕切っており、現在のトップは加藤秀幸が担い、この人物は公平一家内に、加藤連合会を結成し、公平一家12代目総長代行を務めた後に、13代目公平一家総長を継承。上部団体の住吉会でも、住吉会生涯委員長に就任し、執行部入りも果たしているんだよね。確か、公平一家の加藤連合会とは、あの新宿スカウト狩りに出てきた極道組織だったよな。そうだね、事務所を歌舞伎町に構えており、新宿でのスカウト狩りを指揮した組織で、住吉会のみならず、関東ナンバーワンの武闘派組織として君臨しており、あの山口組においても加藤連合会と聞けば、一歩引くと言われているほどで、参加の堺組も、そんな加藤連合会にも負けない武闘派組織なんだ。まあ、関東連合 OB が関わっている組織なので、武闘派なのは違いないよな。堺組とは、東京都新宿区の歌舞伎町に本部を置く暴力団組織で、組長は住吉会委員長補佐、13代目公平一家事務局長を担う堺俊二であり、2004年までは加藤連合会の内部組織だったが、2004年以降は加藤連合会から内部昇格する形で、公平一家の二次団体に昇格したんだよね。そうか、最初は加藤連合会の内部組織だったが、昇格してきたんだな。堺組の特徴としては、半グレ集団だったドラゴンや関東連合、チーマーを創設したリーダー格の、有名なアウトローたちを取り込むことで、半グレ組織が独占していたしのぎの利権を手に入れ、経済範囲をさらに拡大させたと言われ、しのぎもいろいろな手を使い大きな利益も上げていたそうなんだよね。そうか、半グレの持つしのぎの利権を取り込むことで、潤沢な資金も得ていたんだな。住吉会副会長補佐、原田組組長を担い、堺組の組長代行を務める原田秀俊は元 PBB の幹部で、住吉会副理事長、中越組組長を務め、堺組の若頭中越健次郎は元 A 副長ブラックエンペラー。本部長を務めた田丸大はトップ J の創設者であり、現在は週刊中で出所したという噂もあり、住吉会理事、松島組組長を担い、堺組では若頭補佐の松島クロスは元 A 副長ブラックエンペラーであり、関東連合の幹部だったということは有名だったよね。関東連合系の幹部など、結構組に入っているんだな。その他にも、洋画喧嘩会や宮前グレン隊だったメンバーなどが構成員にもなっており、有名ラッパーの、ケニー G も所属していたことも明らかにされ、あのネブダルマのバダサイとコラボをする予定だったが、堺組の構成員ということが発覚したので急遽コラボが解消されたり、薬物所持で逮捕された時には、住吉会系暴力団組員と報道されていたんだよね。そうそう、これはヒップホップ業界でも結構話題になっていたよな。
しのぎの方でも、半グレ集団を多く取り込むことで、最新のスキームを組んだ特殊詐欺などで荒稼ぎをしており、都内の三次団体組織の中では一番資金を蓄えているとも言われ、あの元トップ J の井上優が主犯格だった。コンビニ ATM18 億円不正引き出し事件にも関わっていたと言われているんだよね。あの ATM18 億円不正引き出し事件にも、関与していたんだな。あらゆるしのぎで稼いだ坂井組の事務所は、歌舞伎町にあるマンションに公平一家、加藤連合会と一緒に、事務所を構え、通称極道マンションと言われており、組員たちの暮らしも良いもので、若頭の中越健次郎の疲労の自宅は、土地だけでも250坪ある敷地で、10億円以上はすると言われたり、田丸大は、収監される前に住んでいた恵比寿のマンションは、3億円を超える、高級マンションだったとも言われているんだよね。確かに、しのぎで稼いでいるだけあって良いところに住んでいるんだぜ。それに加え坂井組は、SNS も巧みに駆使しており、Twitter や YouTube などでも情報発信も積極的で、Twitter では坂井組の組員だとわかるアカウントでツイートしていたり、その中では、あの記念塔だった西山智則が、暴走族を卒業して坂井組に入門したが、数ヶ月で飛ぶように辞めたことに、因縁をつけ、西山智則に対して攻撃的なツイートなどをしているんだよね。組を飛ぶように抜けて、現在 YouTube などで活躍していることが、あまりよく思われていないのかな。それと中越健次郎は、YouTube チャンネルも開設しており、動画は新宿交番に突撃するというものなどで、何かしらの問題があったのか、現在3本しか投稿されていないが、内容は興味深いものになっているんだよね。マジか、これは Twitter や YouTube の動画も早速チェックだぜ。それでは、そんな公平一家坂井組が起こした事件なども解説していくねー。武闘派と言われる組織が起こした事件とは気になるぜー。住吉会の中でも公平一家坂井組といえば、極道組織の中でも超イケイケで、あの関東連合が引き起こした、東洋ボール事件も、当時の坂井組組長代理の原田秀俊からの指示だったと言われ、それに加え、関東連合系のチームから中越健次郎や、松島クロスなどの武闘派アウトローが加わったことで、さらに組織は凶暴性を増していったんだよね。そうそう、坂井組が起こした事件などは、よくニュースにもなっているよな。2002年には、歌舞伎町の路上で中国人の男性を車に押し込み、約20時間監禁したり、山口組系岡川総領との抗争によって、組長の坂井俊二が逮捕されたり、2007年には、密造した不正経由の販売で得た利益を隠し、脱税容疑で組員が逮捕されているんだよね。いろいろと事件を起こしているよな。2018年には、中学校の近くに暴力団事務所を開設したとして若頭の中越健次郎、その他にも同容疑で、幹部の瓜生拓也と松島クロスが逮捕され、2019年には、ラッパーに薬物を販売したとして、薬物取締法違反容疑で組員が逮捕、歌舞伎町の路上で、別の暴力団にクラクションを鳴らされたことに腹を立て、同組員の腕を持って引きずり回すなどと暴行を加え、組員が逮捕されているんだ。確かに、超イケイケっていう感じなんだぜ。それと近年には、組長の坂井俊二が新宿の飲食店の支払いシステムの矛盾に腹を立て、店長や従業員に、俺は極道だ、こんな店潰すぞ、と脅したり、歌舞伎町のキャバクラでは、ホステスに嫌がらせや、ストーカー行為を行ったことで組員が9人逮捕されると、坂井組若頭の中越健次郎が責任を取らされ、今年の夏から無期限謹慎処分を課せられたという情報もあるんだよね。これは、仇を相手に嫌がらせなどを行ったことが、よく思われなかったのかな。いろいろな事件を起こし逮捕者も多いが、住吉会の中でも超イケイケな武闘派極道として、現在も暗躍しているんだ。やっぱり、元関東連合のメンバーが関わっているだけあって、イケイケな極道組織だったぜ。というわけで、今回は元関東連合 OB の巣窟と言われた武闘派極道、公平一家坂井組、を解説したよ。矢野睦巳会とは、東京都豊島区に本部を置いていた極道組織で、住吉会の元三次団体にあたり、上部団体は公平一家となり、公平一家内では実動部隊として活動することが多く、いわゆる汚れ仕事を引き受けることが多かったそうで、抗争となれば隠密作戦や奇襲など、公平一家の一番槍として動いていたんだよね。極道組織の中には、こういう実動部隊が存在するんだな。
矢野睦巳会は会長である矢野治を筆頭にした組織で、もともとあの加藤連合会の加藤総長も所属していたことのある。池田会傘下の組に所属していたと言われ、池袋構想で池田会長が破門になってからは、住吉会内の様々な組長の下についていたが、最終的に公平一家を上部団体にした。矢野睦巳会を持つことになったんだよね。なるほど、こういう経緯があって矢野睦巳会の歴史は始まったんだな。矢野睦巳会の結成当初は、公平一家の実動部隊として超イケイケだったと言われ、組員も不要の頃から、名の知れたアウトローなどを目につけてスカウトすることも多かったそうで、実際に矢野治の元には、様々なアウトローが訪れており、その中でも喧嘩もできて物怖じしない小日向正人という男が、スカウトされなり物入りで入ってくることになるんだよね。この小日向正人という男は、結構名の知れた不良だったというわけなのか。この小日向正人は、後の稲川会との弔い構想の鍵となる人物で、もともとはあの暴走族、毘沙門天に、所属していた不良で、当時はクラブのボーイとして働いていたが、昔からどこで働いてもうまくいかなかったそうで、クラブでも同僚のボーイと揉め事を起こし、店で殴り合いの喧嘩になり相手をワンパンで沈めると、偶然その店に居合わせた住吉会系の組員に目をつけられたんだよね。これは絶好のスカウトチャンスなんだぜ。喧嘩も達者で気も荒いので、矢野睦巳会ならしっかり面倒を見てくれるだろうと矢野治を紹介すると、矢野治も彼の一本筋の通った性格を気に入り、その後は子分として引き入れ極道のいろはを一から教えると、組では親分の矢野治が責任を持つので、好きに暴れろと教えられていたそうなんだよね。なるほど、小日向正人にとっても極道は転職だったようだな。矢野治は小日向正人に対しては特によく目にかけていたそうで、すでに両小指を落とした自身の手を見せ、見てみろ、足の指を入れたらまだ18本あり、問題になっても俺が指を落として責任を取ってやる、と話していたそうで、小日向正人にとって矢野治とは信頼のおける親分として心を預けていたんだよね。これは、順調に極道会でも名を馳せていくのかな。その後、矢野治は住吉会でも重要な仕事を任されるようになると、住吉会参加の交互睦巳会幹部の、葬儀が四次祭場で行われることになり、この警備を任され取り仕切っていたんだけど、この葬儀の場で、後世にも語り継がれる極道同士の事件が勃発してしまうんだよね。葬儀の場で事件が起こってしまうとは、どんな事件に発展したんだろうな。この事件は、四次祭場事件、と言われるもので、住吉会系の幹部の葬儀ということで、敵対している稲川会から狙われ、稲川会系の大前田一家の組員と、ナンバー2である幹部の後藤邦夫により、奇襲をかけられた事件で、彼らは住吉会の大門バッジや大門入りのネクタイをして変装していたそうなんだよね。そうか、いくら警備をしていても変装して入られると見逃してしまうよな。しかし、変装してまで葬儀の場を狙うとは、少し卑怯だよな。この襲撃事件は、極道会ではタブーとされているもので、通夜や葬儀、方面祝いなどの義理場を狙う行為は、いくら敵対している組織であっても暗黙の了解で禁止されていたんだけど、稲川会の関係者は、変装して葬儀に潜り込み、隠し持っていた拳銃で、交互睦巳会の会長である熊川邦夫を狙っていたんだ。やはり、タブーとされている行為だったのか。それで襲撃の被害はあったのか。この事件により狙い通りに交互睦巳会の熊川邦夫会長と、護衛に入ろうとした交互睦巳会松井組の幹部、それと滝野川一家の総長が銃撃され、交互睦巳会会長、滝野川一家総長の命が奪われてしまい、実行犯である稲川会関係者を取り押さえ、一時矢野睦巳会の事務所に監禁していたんだよね。確かに、極道会を揺るがす大きな事件となったんだぜ。この事件は報道でも大きく取り上げられ、極道会でも大きな話題となり、前代未聞の葬儀を襲った事件として、稲川会は落とし前として、実行組織の大前田一家の解散と総長である小田武を絶縁処分として、事実上の手打ちとなり、手打ち後は監禁していた実行犯も警察に引き渡されたんだよね。稲川会としても自身の組を解散させ、総長も絶縁したということは引き目を感じていたんだな。この四次祭場事件については、稲川会と住吉会の上層部で手打ちが成立していたんだけど、事件当日に、自身が警備を担当していた葬儀の場において、住吉会系の幹部クラスが命を落としているので、矢野治としては納得いくものではなく、報復の機会を伺っていたんだよね。しかし、両組の上層部で手打ちが決定しているのに、報復はまずいんじゃないのか。
矢野治は上層部の意向に反して報復を実行に移し、襲撃を指揮した大前田一家の元総長である織田武雄の自宅に侵入して始末するように指示を出し、実行部隊が拳銃で命を狙ったが、事前に警備を強化されていたこともあって、重傷を負わせることはできたが、命を奪うまでには至らず失敗に終わったんだよね。失敗となると、これはいろいろとやばいことになりそうだな。事件発覚の恐れもあったが、何より手打ちとなったにもかかわらず報復を行っていることが、住吉会の上層部の耳に入ることを恐れ、口封じのために襲撃を行った組員を始末するように指示。極道ではご法度と言われる、同じ組の組員である身内の命を奪ってまで報復を進めたんだよね。ここまでして報復を進めるとは、すごい執念だぜ。その後も現場で指揮を取っていたナンバー2の後藤邦夫を狙い、自宅に火炎瓶を投擲したり、火炎放射器を使って、家ごと焼き払おうとしたが、いずれも警備に阻まれ失敗に終わることとなり、その後に極道会でも、類を見ない凄惨な事件を引き起こすことになるんだよね。何度も襲撃に失敗しているので、苛立ちを覚えてきたんだな。最終的に矢野治は、信頼を置いていた小日向雅人を含めた実行部隊を後藤邦夫のいる群馬県に潜伏させ、前橋にある行きつけのスナックに幹部たちが入ったという情報を聞きつけると、スナックにいる後藤邦夫を含めた幹部たちを殲滅するように指示を出したんだよね。マジか、しかしスナックだと他の客やホステスなどもいるんじゃないのか。実行部隊である小日向雅人も状況を確認したが、スナックの中にいるのは、大前田一家の関係者だけだと告げられていたそうで、しかし現場のスナックに着くと、表にはボディーガードがいるし、店内も騒がしそうな雰囲気だったが、ここまで来て引き返すわけにもいかず、突入すると小日向雅人がボディーガードに数発撃ち込み、その間に他の組員が店内に潜入して銃弾を乱射したんだ。これは、大前田一家の関係者もたまったもんじゃないんだぜ。しかし、実際に店内にいたのは、後藤邦夫と関係者が一人、その他一般の客が5人おり、この乱射によって後藤邦夫は流れ弾が当たって手を負傷した程度だったが、一般の客3人とボディーガードも含め4人の命が奪われてしまったんだよね。やはり、一般人が巻き込まれ、凄惨な事件になってしまったんだな。この事件はメディアでも大きく取り上げられると、極道の抗争として最も凄惨な事件と扱われ、数ヶ月後には矢野睦巳会にも捜査が入り、指示を出した矢野治をはじめ小日向雅人を含めた、実行犯が逮捕されると、裁判の結果全員に極刑が言い渡されたが、矢野治は裁判の時から、組織の上層部からの指示だと主張していたんだけど、その訴えは通らず刑が確定したんだ。この事件は、矢野睦巳会が単独で起こしたものではなかったのか。その後、矢野治は獄中からも裏で絵を描いていた組織について訴え続けたが、刑の執行前に、獄中で亡くなっているのが発見され、自ら命を絶ったと声明が出されているが、刑務所の中にも、極道組織の関係者は多くいるので、一連の事件についての真相は闇の中に葬られたんだよね。これは、誰が裏で絵を描いていたんだろう、これ以上は知らない方が良さそうだな。というわけで、今回は公平一家の一番やりと言われた矢野睦巳会と凄惨な事件について解説をしたよう。木山兄弟はその後ハットとなるスカウトの引き抜きを、なんと同じ住吉会系であるスカウトグループから頻繁に行っていたんだよね。当然そのグループは激怒し、ケツ持ちである住吉会系の四次団体総人組に相談したんだ。それはそうなるよね。総人組が、そんなご法度をするグループを調べると、同じ住吉会系同士ということが判明し、同じ系列同士なので、内部で解決を図るべく、手打ちの方向で、折り合いをつけるように進められたんだ。そうだな、同じ組同士なので穏便に済ませる方がいいよな。しかし、木山兄弟はどうしたんだ、同じ住吉会系グループから引き抜くとは。そして、ケツ持ちの住吉会同士の組が、今回は大ごとにせずに手打ちにしようという、方向で話し合いをつけてくれたのに、あろうことか、木山兄弟たちは、今後も引き抜き行為はやめないし、引き抜いたスカウトマンは、もううちの専属なので返還もしないと、この話し合いを蹴散らしたんだ。木山兄弟はバカなのかなぁ。そうだよね、これにはケツ持ちの住吉会のメンツも丸つぶれになり、この無様なやり取りを見かねた。上部団体の住吉会系二次団体である、公平一家、と加藤連合会、が割って入ったんだ。とうとう住吉会系の二次団体まで出てきてヤバそうなんだぜ。
この浩平一家と加藤連合会といえば、歌舞伎町の顔役としても知られている組であり、加藤連合会は総人組と県総領を傘下にしているので、加藤連合会が陣頭指揮を取り、相談役として浩平一家がついて、今回の騒動に関して、落とし前をつけるべく話し合いを進めたんだ。この浩平一家と加藤連合会は住吉会系の中でも武闘派と言われる組だよな。総人組と県総領としては、直属の上層部の加藤連合会が出てきたので、ご法度の引き抜き行為をした木山兄弟を、早急に探し出し、差し出さなければいけなくなったんだ。これは、血眼になって探されることになりそうだな。加藤連合会としても、住吉会の名を汚される前に、木山兄弟の暴走を止めなければ、他の組への示しがつかなくなるので、多くの組員が、歌舞伎町で木山兄弟を探し始めたんだよね。加藤連合会を怒らせると怖いので、観念して早く出てきた方が良さそうなんだぜ。数日後、とうとう県総領の若衆が木山兄弟を、歌舞伎町で見つけ出すことができたんだ。そしてその場で、県総領からも同じ住吉会系の中での小競り合いはやめるようにと、注意を促したんだけど、最強のアウトロー兄弟は聞く耳も持たず、組員を返り討ちにしたんだ。ひぃー、そこは返り討ちにしちゃいかんよー。未だ事態の重大さに気づいていなかった、木山兄弟とスカウトマンたちは組員たちを袋叩きにし、この歌舞伎町では木山兄弟が最強なんだよ。と言い放ち、組員を加藤連合会へ送り返したんだ。これは、何かすごく嫌なことが起きそうな予感が半端ないんだぜ。この行動には、ケツ持ちをしていた住吉会系の、極道組織も堪忍袋の尾が切れ、加藤連合会の、顔も完全に潰され、ナチュラルを潰せ、と宣戦布告を行い、住吉会系からも100人規模の、構成員を派遣させると、歌舞伎町の夜の街では、加藤連合会による、スカウト狩りが行われることになったんだよね。いくらアウトロー最強兄弟といえど、本気の極道を相手に抗えるのかな。歌舞伎町には、おい、この野郎、お前、ナチュラルのスカウトだろう。と怒号が響き渡ったんだ。本気の極道から、ナチュラルのメンバーたちは追いかけ回され、何も知らないスカウトたちは、袋叩きにされ、立てなくなるまで痛めつけられていたそうなんだ。本気の極道に追いかけ回されるって、想像しただけで手汗半端ないんだけど。ランコム時代から、今までケツ持ちとして面倒を見ていたのにもかかわらず、このような理不尽な、仕打ちをされ、相当ナチュラルのスカウトを追い込んでいたそうなんだよね。しかし、夜の歌舞伎町で極道が、スカウトを追い回してボコっていたら住民からも通報されそうだけど、歌舞伎町の人々も何事かと騒動になり、その模様は、動画に撮られ SNS にも多数投稿され、警察の方にも通報が入っており、歌舞伎町に機動隊を出動させる事態になったんだよね。これは、もう木山兄弟が直接出てきて、住吉会と蹴りをつけるしかなさそうだけどな。このスカウト狩りの騒動に気づいた木山兄弟は、住吉会に対抗するために、水面下で動いており、ある団体と接触し、今回の騒動の鎮静化を図ったんだよね。本気の住吉会を黙らせるには、もう中国マフィアに頼んで、住吉会のトップをやるしかなさそうだぜ。木山兄弟が向かった団体とは、稲川会の二次団体である山川一家、だったんだよね。ひぃー。まあ稲川会の二次団体ならなんとかなりそうだな。稲川会との話し合いの中で、住吉会としては木山兄弟を見つけ出すまでは気が収まらない様子で、新たに、木山兄弟に懸賞金もつけられ、探し出していると言われているんだよね。そうか、どうしても探し出してぐちゃぐちゃにしないと気が済まないご様子だな。今回の歌舞伎町で起きたスカウト狩りの一件は、無関係の通行人にも、被害が及んでおり、これを重く見た警察も、重要人物である木山兄弟と、住吉会系側の実行犯の逮捕に踏み切ったんだよね。そうか、これは警察も見て見ぬふりというわけにもいかなかったんだな。そして、2020年の10月28日に、木山兄弟と、浩平一家参加組員を、共に逮捕したと警察からも発表があり、この事件は収束したんだよね。この件は裏で極道組織が絡んでいたことは警察も把握しており、木山兄弟は出所してからも警察や住吉会からも狙われることになりそうだよね。それにしても、スカウトの世界も極道が絡むと怖いよねー。というわけで、今回は極道を本気で怒らせるととんでもなく怖いということを解説したよー。極道組織同士の対立抗争は、暴力団対策法が施行されたにもかかわらず、全国的に見ると、毎年どこかで繰り返されてきているのが現状で、しかも、こうした対立抗争によって、これまで多くの一般市民がその巻き添えとなったり、市民生活そのものが脅威にさらされるなど、
現在でも多大な犠牲を強いられているんだよね。今でも普通に歌舞伎町で発砲事件などもあるもんな。抗争に使用される凶器としても、主に拳銃や日本刀、手榴弾やダイナマイトなどの爆発物を使用した例もあり、九州の武闘派組織の工藤会などはアサルトライフルやロケットランチャーまで並走していると言われ、主な入手先は海外からの密輸入によるもので、裏社会で売買される武器の大半は、米国、フィリピン、欧州、ロシア、中国、ブラジルの核製造国に上ると言われているんだよね。工藤会は特にヤバい事件なども多く起こしていたよな。主な抗争の原因とは、縄張り争い、勢力争い、内部抗争などがあり、中でも実力やしのぎの源泉となっている。縄張り争いが多く、縄張りを支配することが、その組織の強弱、親分の持つ、権威と権力の程度が明確に表現されるものになっているんだよね。そういえば、よく島を荒らしたと言って抗争にまで発展することが多い気がするな。極道同士の対立抗争は、ひとたび発生すると一度限りの抗争にとどまらず、数字にわたって、反復刊行されるという特徴があり、ほとんどの抗争では拳銃などの銃器が使用される場合が多く、暴力団対策法では抗争に関するものや、縄張り抗争を未然に阻止するための、事務所設置に関するものが多く定められているんだよね。なるほど、取り締まる方の丸棒や警察も大変だよな。今回解説をする池袋抗争も縄張り争いが元になった抗争であり、次は発端となった極道組織についても解説をしていくねー。どんな組織が関係していたのか楽しみだな。霊夢、詳しくよろしくなんだぜー。池袋抗争とは、大きな抗争が2度起きており、第1次抗争は現在の住吉会である。住吉連合会の公平一会志田睦池田会と、現在の極東会にあたる極東関口三浦連合会高橋総領が、引き起こした抗争になり、当時はどちらも都内を代表する組織同士の激突に極道会もおののいたんだよね。確かに、都内の極道組織は気が気じゃなさそうだな。まずは、住吉連合会の公平一家側の池田会とは、あの加藤連合会の加藤秀幸総長が、国士舘大学時代の学生の頃から出入りしていた組で、その後池田会でも頭角を現し、若頭補佐にまで上り詰めたと言われ、この時代の池田会には有望株が揃っていたことでも有名なんだよね。そうそう、加藤連合会の解説の時にも出てきた組だったよな。池田会を率いた池田烈会長は、関東でも有数の会長であり、今回の池袋抗争がなければ、間違いなく日本を代表する大親分になっていたという声も多くあり、気質が当時の住吉連合会とは、馴染めなかったのではないかと言われ、いつも若衆を盛り立てカリスマ性も持ち合わせていた人物だったんだ。さすがは、加藤秀幸総長を育て上げただけあるんだぜ。じゃあ次は、極東会側の三浦連合会についてだけど、三浦連合会とは1975年に関口愛知の若衆であった。三浦周一が、新宿に進出した際に前身となる三浦組を結成、その頃に伝説のヤクザと言われた。後の極東会の会長となる松山新一はグレン隊を率いていたが、三浦周一からスカウトされ杯をもらい、三浦組に入門すると、三浦周一の右腕として暗躍していたんだよね。あの極東会の伝説とも言われた、松山新一会長の出身の組になるんだな。その後三浦周一が逝去に伴い、松山新一が2代目を継承すると三浦連合会に名称を変更し、さらに当時の松山新一は三浦連合会時代に極東会の会長にも就任、その後は極東会の中枢の機動部隊的な役割を果たし、極東会の中では揉め事や抗争などを一手に引き受け、武闘派組織としても有名だったんだよね。この当時になると、松山新一会長として頭角も現し、イケイケな頃になるんだな。このように、どちらもイケイケで武闘派でもある両組が激突した抗争となり、次は池袋抗争の概要なども解説をしていくねー。いよいよ、抗争の概要についての解説なんだな。当時の池袋というと、幕府の公平一家と敵屋の極東関口一家が勢力を二分しており、縄張りにおいても両組が少しでも勢力を拡大させようと牽制し合っており、そんな中、池田烈会長率いる、住吉連合会公平一会志田睦池田会が躍進してきたこともあって、池田会は極東関口一家の縄張りを犯し、島内に事務所を構えようとしたことが抗争のきっかけになるんだよね。牽制し合っている硬直状態から、宣戦布告をしてきたわけだな。
これに対峙したのが、三浦連合会の中でも屈指の武闘派の高橋宗陽で、組を率いる高橋陣組長は、松山新一の子飼いの若衆と言われ、池袋生まれ池袋育ち、26歳で高橋宗陽を結成した人物で、後に松山一家会長、三浦連合の後継組織になる松山連合会会長を経て、極東会会長に就任。松山新一の意思を継いで、極東六代目、も継承した極道会を代表する人物になるんだよね。極道会を代表する大物がいきなり出てきたんだぜ。高橋陣組長は構想を起こす前から、うちは相手が頭下げて挨拶してくれば、こっちも頭下げて、挨拶しますけどね、横やり入れてくる無礼者には絶対に引かず、うちはそういう構想事件ばかり起こしてきている、と言い放ち、敵対する組織とは徹底的にやり合う武闘派組織だったんだよね。これは、喧嘩を売ったのはいいけど、相手も厄介な組織だな。両組織ともに決して引かない組だったので、池袋構想以外でも激しく衝突が繰り広げられるようになり、この構想は別名を10年戦争と言われるほどに長引き、両組ともに多くの負傷者を出したもので、警察からも要注意事件として取り締まられていたんだよね。どちらも力のある組織なので、揉め事も長引いていたんだな。大きな事件になると、池田会側が勝ち込みを仕掛け、極東関口一家の組員の命を奪う事件が発生すると、それから数ヶ月後にも池田会側が極東系の事務所を銃撃したり、さらに歌舞伎町のスナックで、組員同士が鉢合わせになり店内で口論に発展すると、数日後には双方の事務所を銃撃し合ったんだよね。これは、本格的な抗争になってきたんだぜ。その後、抗争が緊張感を一層高め、警察は池田会と高橋宗陽とがいよいよ全面衝突するという、情報を手に入れると、高橋宗陽の事務所付近で張り込みをして警戒をしていたところ、情報通りに、池田会系の組員が攻め込んでくると、近隣の住民にも危険が及ぶ最悪の事態を避けたかった警察は、身を挺して食い止めようとしたんだけど、事態は急変したんだよね。これは、すごく嫌な予感しかしないんだぜ。池田会系の組員たちは、まさか事務所の近くに警察が張り込んでいるとは思ってもおらず、私服刑事を高橋宗陽の組員と勘違いをして誤射してしまい、刑事とその流れ弾が通行人にも当たり、刑事は重傷、一般市民も軽傷を負ったという事態に陥ってしまったんだよね。刑事や一般市民まで巻き込んでしまうとは、これは大きな事件に発展しそうだな。その後も高橋宗陽側の返しで池田会系の組長宅を銃撃したりしたが、両組の上部団体である、住吉連合会の堀正夫会長と、極東関口三浦連合の松山新一会長の間で話し合いが行われ、これをもって和解となったんだけど、抗争の発端を作った池田列組長に対しては厳しい処分が課せられたんだ。そうか、この抗争は池田組の進行が原因だったよな。今回の事件を重く見た関東幕府の親睦団体である関東廿日会は、一般民間人または警察官並びに、抗争と関係のない人等に向かって危害を加えた場合は、破門または絶縁処分とする、という通達を出し、住吉連合会もこれに基づき池田列を赤字破門処分としたんだよね。確かに、組織のために抗争を起こしたのに、ちょっと重い処分だよな。破門処分になった池田列は処分に納得がいかず、九州の同人会を頼って古賀磯次会長を訪ねると、古賀磯次会長としては、自分を頼ってきたということで男気で迎え入れたが、破門者を迎え入れたことが、住吉連合会にとってはよく思われずに、同人会との関係が悪化してしまったんだよね。なるほど、確かに住吉連合会としては、ちょっとよく思わないかもしれないな。しかし、住吉連合会としては大きな抗争事件を起こしたばかりだったので、当時の会長である西口茂雄によって、同人会との話し合いの場が持たれ、大事には至らなずに済んだと言われ、力になってくれた池田列を含めた、元池田組の組員は古賀磯次会長には大変感謝したといい、その中にはあの加藤秀幸もいたそうで、その後、加藤秀幸の働きかけで住吉会と同人会の間で、五分の兄弟の親戚縁組が結ばれたんだ。こういう困っている時に力になってくれると、その恩は忘れないもんだよな。最終的に、住吉会と極東会との間でも親戚縁組の杯が交わされ、抗争は終結したかと思われたが、これをよく思わない下部組織の組たちによって、再び抗争が勃発することとなり、住吉会公平一家と極東会新生会との間で、3日間にわたり連続6件の発砲事件が発生し、これを第二次池袋抗争と呼ばれているんだよね。
今回の抗争は、どちらの組織もイケイケな武闘派で熱いものだったぜ。というわけで、今回は住吉会と極東会の武闘派同士が起こした池袋抗争について解説したよ。2000年代頃から歌舞伎町では、アジアンエステというものが急速に普及し始め、夜の歌舞伎町では、中国人の客引きが1万円で最後まで大丈夫よ、可愛い子いっぱいいるよ、と片言で道行く男たちに、堂々と声をかけるようになっていたが、これは中国マフィアのしのぎの一環として、都内全域に風俗店を手広く展開していたんだよね。歌舞伎町には、国道の次にアジア系の外国人が多いっていうもんな。エステで働く中国人女性は、一人のサービスに2万円という高額な報酬が入り、中には1日に、30人近くの男を相手にして、手数料を引かれても中国では考えられない。報酬を手に入れていた者もいたそうで、これに中国マフィアたちは目をつけて、歌舞伎町をはじめ、都内各地で荒稼ぎをしていたと言われているんだよね。しかし、それだけ派手にしのぎをしていれば、歌舞伎町の極道も黙っていないんじゃないのか。中国マフィアたちは、しのぎを展開するにあたって、以前にも解説をした新宿を代表する組織の、極東会、などがケツ持ちについていたそうだったが、店舗を増やしていくうちに稼ぐ金額も倍増し、日本の極道から目をつけられる前に、マフィア内でしのぎをめぐって内部崩壊しつつあったんだ。どこの組織も、しのぎの金が関わると争いが起きるもんだよな。この頃になると、中国人同士が争い出すと中国人マフィアを狙う中国人が多く、そんな最中に歌舞伎町のクラブ、イーナス、に男5人が押し入り、店長の腹を刃物で刺して、命を奪うと、さらに客やホステス計12名を拘束し、貴金属を奪って逃走するという事件が起きたんだよね。これも中国人同士の争いっていうわけなのか。そうだね、この事件も中国人同士の争いによるもので、これらを含めた事件が多発していたので、極道会も中国人には注意するように気をつけていたそうで、そんな中にパリジェンヌ事件が起きると、当事者である公平一家を含めた新宿界隈の極道と中国マフィアとの抗争に発展したんだよね。ということは、この中国マフィアというのが、チャイニーズドラゴンというわけなのかな。そうだね、90年代後半頃からチャイニーズドラゴンは中国マフィアとして活動しており、この事件を引き起こした組織になるので、そんなチャイニーズドラゴンについても解説していくねー。やはり、そうだったのか。ぜひ、チャイニーズドラゴンの解説も頼んだぜ。チャイニーズドラゴンとは、あの暴走族チームのドラゴンを思い浮かべる人も多いと思うんだけど、厳密に言えばこの2つの組織は別物だと、ドラゴンの創設者の佐々木秀吉は語り、ドラゴンといえば火災や王子ドラゴンのように暴走族のチームだったが、チャイニーズドラゴンとは、暴走族のチームではなく、中国マフィア化した組織になるんだよね。そうなんだ、じゃあドラゴンの佐々木総長とはあまり関係がなかったんだな。佐々木総長を含めそれらの幹部たちがチームから引退して離れた後に、一部の仲間と共に日本へ流れ込んできた。不法滞在者や密入国者を取り込み、新たなリーダーを掲げマフィア化してたのが、この当時いろいろな事件を起こしていたチャイニーズドラゴンと言えるんだよね。なるほど、あくまで暴走族からマフィア化した後の組織になるんだな。中国人たちは、日本に食と金を求めて不法に渡航してきており、何のあてもなく日本にやってきた。不法滞在者の彼らにとって、中国語を巧みに操り、中国残留孤児2世、3世らが多数在籍する。チャイニーズドラゴンの存在は大きく、自然とそういう中国人が集まるようになり、組織も急速に拡大していったんだ。中国からの不法滞在者などにとっては、アンダーグラウンドで生きていくしかなかったんだな。当時は他の半グレ集団や極道組織と揉めることもあったそうで、そんな揉め事で暗躍していたのが、本来はいない人間であるはずの不法滞在者たちだったと話し、たとえ人の命を奪ったとしても、中国に逃げ帰ってしまえばいいということで、10万円ほどで裏の仕事を請け負うなんてことも日常茶飯事だったんだ。そうか、不法滞在者ということで、失うものがないわけだったんだな。チャイニーズドラゴンは、極道のように大門を掲げているわけでもなく、上納禁システムなどもないので、気が付けば様々なところで、チャイニーズドラゴンと名の付くグループが乱立する事態になってしまったそうで、本部や支部などはあったが、しのぎで協力し合う程度の関係で、幹部がまとめていたというわけではなく、末端の組織までは把握しきれていないという状況だったんだ。メンバーも多く、しのぎでも稼いでいると管理するのも大変だよな。
それでは、そんなチャイニーズドラゴンが起こしたパリジェンヌ事件の概要を解説していくねー。新宿極道とチャイニーズドラゴンはどっちもイケイケそうだから、どうなってしまうのやら。パリジェンヌ事件とは、2002年に歌舞伎町にある喫茶店パリジェンヌにてチャイニーズドラゴンのメンバー6人が、住吉会公平一家大商会藤本組の幹部2人を拳銃で命を奪った事件のことで、パリジェンヌとは歌舞伎町に昔からある大型喫茶店であり、もちろん近隣の極道組織からも、よく打ち合わせや休息などで使われていたんだよね。パリジェンヌとは、喫茶店の名前だったんだ。当時の歌舞伎町には、極道組織の事務所が最大約200の組ほどあったといい、2000人以上の、構成員が活動していたと言われ、この頃に中国マフィアが台頭してきたと言っても、極道の構成員数に比べれば、たがが知れていると高をくくっていたが、マフィア同士の争いによって凶暴化していたので、極道会としても中国マフィアに対して警戒していたところだったんだよね。しかしこの頃というと、取り締まりも厳しい時代でもあったよな。極道としても、台頭してきた中国マフィアに対して殲滅したいところでもあったが、90年代初頭に、施行された暴力団対策法によって、もし外国人などとトラブルを起こせば、割を食うのは極道の方なので、極道組織としても動きが取りづらいという背景もあったんだよね。厳しい取り締まりが始まりだした頃で、この頃から半グレなども台頭してきたんだよな。事件の発端とは、公平一家大商会藤本組の幹部が、新宿のクラブで飲んでいたところに、中国人マフィアらしき6人からなるグループが入ってきたと話し、最初はどちらもおとなしく飲んでいたが、酔って気が大きくなった藤本組の幹部らが、カラオケを歌い出したことに対してヤジが飛んできたそうで、そのヤジを飛ばしたのが中国マフィアであるチャイニーズドラゴンのメンバーだったんだよね。もうチャイニーズドラゴンのメンバーは、やる気満々やな。藤本組の幹部らも揉め事には気をつけてはいたが、こうあからさまに喧嘩を売られては後には引けず、店内で殴り合いの乱闘に発展してしまい、店側の店員たちが必死に割って入り、ひとまずその場は収まったが、グラスやボトルは割れて散乱しており、双方にも怪我人が出てしまったんだよね。確かに、極道としてもあからさまに喧嘩を売られて引いてしまうと、示しがつかないもんな。藤本組としては暴力団対策法もあるので、あまり揉め事を長引かせたくはなかったんだけど、相手のチャイニーズドラゴンは、一派の中でも一番勢力の大きく武闘派として知られていた、ダーウェイグループ、だったことから、極道の幹部相手にもイケイケで揉め事は長引き、結局はお店にも迷惑をかけていたので、落とし前としての治療費などをめぐり、場所を変えて話し合いを持つことにしたんだよね。チャイニーズドラゴンにもいろいろな派閥があったんだな。この事件に関与した中国人は、黒竜江省と吉林省出身者で、すべて東北版という中国の、東北地方のマフィアだったと判明しており、ダーウェイグループとは日本の東北版を仕切り、グループのリーダーがダーウェイという人物であり、このダーウェイも黒竜江省出身で、ダーウェイ系のチャイニーズドラゴンは都内に250人以上の勢力を誇っているんだよね。なかなかヤバそうでイケイケなグループっぽいんだぜ。藤本組としても住吉会や公平一家の看板も背負っており、しかも組内の島で中国人マフィアを相手に、引き下がることはできず、好き勝手をさせないためにもしっかりと蹴りをつけるために、いつも使っている、パリジェンヌに移動したんだけど、この時にチャイニーズドラゴンとしてはまだやる気満々だったんだよね。やっぱ、まだまだやる気満々だったんだ。パリジェンヌに移動する前に、チャイニーズドラゴンのメンバーたちは、日本の極道は歌舞伎町から、俺たちを追い出そうとしており、このままではメンツが潰されかねないので、俺が拳銃を出して一発撃ったらみんなで撃て、と仲間と口裏を合わせていたんだよね。マジか、もう茶化で弾く気満々やんけい。パリジェンヌには、先に藤本組の2人がついており、その後から6人のチャイニーズドラゴンのメンバーが入ると、対面して座って、今回の揉め事の落としどころを探るために交渉を始めたそうなんだけど、もちろんさっきまで喧嘩をしていた両者が折り合えるわけもなく、次第に怒号が飛び交うようになっていったんだ。まあ、さっきまで殴り合いをしていたので、おとなしく話し合いはできなさそうだな。藤本組は幹部の2人だけだったので、気迫で負けないように恫喝を繰り返したが、チャイニーズドラゴンの方は平然と、お前らバカか、ヤクザが怒鳴って怖がるのは日本人だけだ、あんまり息があるとマジでやっちまうぞ、と話し、隠し持っていた拳銃をテーブルに置いて挑発したんだよね。完全にヤバい展開になってきたんだぜ。この挑発に幹部の1人が逆上してしまい、テーブルの拳銃を奪って相手に向けると、
他の5人が一斉に拳銃を取り出し、幹部たちに向かって一斉射撃をして蜂の巣にしたんだよね。これは、結構大事件になってしまったよな。この発砲により幹部1人が命を落とし、1人が重傷を負わされ、事件の一報を聞いた住吉会は、公平一家に指示を出し、歌舞伎町にいる全ての中国人を殲滅する作戦を決行することになったんだ。おお、なんだかスカウト狩りの時みたいだな。そうだね、この頃に極東会系の組にいた瓜田純氏は、当時のことをスカウト狩りの時より、比べ物にならないほどだったと話し、歌舞伎町中の極道が参加して、毎晩のように歌舞伎町を捜索し、中国人を見つけると袋叩きにしていたそうで、事件後は相当殺伐とした雰囲気だったと語っているんだよね。まあ、公平一家に喧嘩を売るとこうなるよな。この事件によって、チャイニーズドラゴンから8人が逮捕されたが、主犯格の男については数日後、全身を14箇所刺され命を落とした状態で、新宿上落合の路上に放置されていたんだよね。ひぃ、やっぱりそうなっちゃうよな。というわけで、今回は極道会を震撼させたパリジェンヌ事件について解説をしたよ。今後もアンダーグラウンドで起こる事件や抗争、アウトローな人物も取り上げていきますね。次回もよろしくお願いします。この動画の感想や、次回のリクエストなど、お気軽にコメントからどうぞ。それとチャンネル登録が、まだの人はよろしくだぜ。